立憲民主党の小沢一郎議員や小川淳也議員らは衆院選の小選挙区で野党候補の一本化を目指す有志の会を立ち上げました。小沢氏らの考えに立憲民主党の衆議院議員の半数以上が賛成していますが、他の党の反応は冷ややかです。日本維新の会の藤田幹事長は立憲共産党と揶揄、令和新選組の山本代表も共闘していくのは絶望的として単独で議席拡大を目指していきます。こうした状況だと野党候補の一本化というより現実的には民共共闘への回帰となりそうです。150議席獲得を目指すとしたものの突破口は見えていない泉代表。ここで小沢氏と決裂すれば立憲民主党分裂の可能性も出てきますが、たとえ小沢氏の意見を飲んでも自身の発言力は低下し、その上で民共共闘が必ずしも勝利につながるわけではありません。進むも地獄、退くも地獄、泉代表の苦しい状況が続いています。